では買い足してきたこちらの絆創膏とこちらは酔い止めですね、先ほどの形に切ってみたいと思います。ではまず絆創膏からです。絆創膏は取り出しやすいようにここの前面の部分を少しこうカットして、まあ、中身が見えるような状態にしておこうと思います。普通に開けるとこんな感じになっていて、まずこの蓋の部分を切り落とします。一旦中身を出して、はい、こんな感じで結構雑なんですけど、こう前の部分が開くように切っておいて、ここに絆創膏を入れるだけです。ここが開いてることによって1枚ずつ取り出しやすいですね。お薬の箱を取りやすいようにカットします。まずここの部分を切り落としちゃいます。はい、で切り落とすところなんですけど、こう蓋を開けた時に蓋側じゃないこっち側ですね、さっきと同じように半分よりちょっと上くらいですかねまで切り落とします。なんですけど、なるべくこの両方容量が書いてある方が残るようにカットします。この後ろの部分をこう折り曲げてテープで貼ります。はい、でこんな感じになるので、ここにお薬を入れて先ほどの引き出しに一緒に入れてます。今回のこの酔い止めだとここがお薬面になってないんで、あまりここ折る意味ないんですけど、大体のお薬はこんな風にこの蓋のところがお薬面になっているので、ここを出して折り曲げておくことで、こう前から見た時にそのお薬が何のお薬かっていうのが一目で分かるようになります。Thank you.
ご視聴ありがとうございました。少しでも参考になったよという方はグッドボタン、それからチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。